はい、こんばんは、流進法でございます。オリンピックまたね問題になってますね。なんかオリンピックっていうのなんか問題だらけだよね。東京五輪オリンピックパラリンピックの閉会式のね演出を総括するクリエイティブディレクターの佐々木博さんねが、女性タレントの容姿を侮辱するような提案をしたとして、辞任しました。まあ、このアイデアが、まあ、結構ひどくて、渡辺直美さんね、芸能人の渡辺直美さんの、に、まあ、豚のね、こう、耳の、こう、つけて、まあ、オリンピックとして、まあ、登場させるようなね、アイデアを提案したっていうふうに、伝わっております。まあ、もうなんか、いろいろ言いたいことあるんだけど、もう、アイデアがどうしようもないですよね。オリンピックだから、オリンピック豚とかけてピックっていうね、一発ギャグみたいなアイデアを出したわけですけれども、これ誰が笑うのって話で、ね、まずアイデアが全然面白くないし、なおかつ豚だから渡辺直美みたいなね、なんかデブだからあいつ使えばいいみたいな、なんかすごいオリンピックっていうものが掲げているね、平和憲章とかね、平等の精神とか、まあそういう、まあパラリンピックなんかもそうですけれども、まあ差別をね、撤廃しようみたいな、そういう思想性でやってるじゃないですか。もう全く真逆の、非常にこう侮辱的で差別的なね、アイデアが元になってるってことで、で、まあ、オリンピックって本当にこう、僕も別にスポーツファンとかじゃないし、まあ、普段からね、例えばサッカーとか野球とかの中継とかをね、熱心に見るタイプでもないんですけれども、それでもやっぱオリンピックが開かれるときってすごいこう、感動するじゃないですか。やっぱりこう、人がこう、一個のね、競技をこう極めるっていうか、まあそれはね、芸術の分野でも職人さんとかね、ああいう分野でもそうなんですけど、やっぱり一芸を極めた人のこう美しさみたいなね、ものってあると思うんですよ。で、まあもちろん金メダルを取った1位になった人が全てではなくて、やっぱり今までこう一つのことに専念してきた人たちのこう魂が現れる瞬間っていうかね、やっぱそれは優勝した人だけではなくて、やっぱいろんな選手がやっぱ輝いてて美しいものじゃないですか。で、そういうまあオリンピックっていうものがこう感動とかをね、演出するっていうことに対して、このオリンピック、何がどう感動するんだと。もう、ひどいですよね。まあもちろんこれはね、まあ最終的な案ではなくて、いろいろな出てきた案の中の一つだったかもしれないんですけれども、なんかもうそもそも論でオリンピックの素晴らしさをね、その最後の開会式、閉会式で、このオリンピックの素晴らしさっていうものを日本から世界に発信しようっていうその考え方とはあまりにもかけ離れすぎちゃってて、まあ、なんかとにかくこう目立とうとかね、インパクトを与えようみたいな、なんか傷を残してやろうみたいなね、なんか傷跡を残してやろうみたいな、なんかそのオリンピックに対してのこうオリンピックをより綺麗にするとか装飾するとかね、もっといいものにするんじゃなくて、なんか佐々木博さんの自分のなんか俺のアイデア見せてやるみたいな、なんかその自分が先に出ちゃっているような感じがして、まあコロナ禍の中でね、まあこういうクサクサした雰囲気をね、取っ払いたいみたいな感じで、みんなで笑いたいみたいなね、楽しいものを作りたいみたいな、意図だったのかもしれないんですけど、ちょっと相当これはかけ離れているなっていうふうに思うんですよ。で、まあもちろんね、渡辺直美さん結構大人な対応で、まあ、どこだっけ、ちょっと記事を読みたいんですけれども、これね、
私は今の体型が好き、今の自分が好きっていう形で、まあ、自己肯定するようなね形のコメントをしていて、まあ、こういう本当にね渡辺直美さんのこう精神性っていうのは素晴らしいなと思うんですけども、その、まあ、21世紀なんだからデブとかブスとかね、そういう容姿とか体型とかそういうものじゃなくて、人はみんな違っててもいいんだよとかね、その人のその外側の容姿じゃなくて内面を見ようねとかね、そういうその考え方って素晴らしいと思うんですけど、もうこういう考え方の方が全然オリンピックっぽいなと思うんですけど、まあこれはちょっと僕の中ではオリンピックはないなって、本当にないなって感じでしたね。うん。で、まあちょっとあとはね、そのまあただね、ちょっとこうオリンピック自体は僕の中ではね、ないなと思ってるんですけど、ちょっときな臭いなと思うのが、まあこれ、結局、この佐々木さんとかを含めた、このオリンピックのこう、運営委員会とかがあるわけじゃないですか。まあこういうその、開会式、閉会式の、まあ演出担当みたいなね、そういうグループがあって、その、うちうちの LINE で投げかけたもの、つまりこれ社会に対してとか世間に対して発信する内容のものじゃなくて、まあ、結論めいたものではなくて、その草案ですね、そのもっともっと手前の案の時点のものだったので、まあそれが流出したっていうのが、いうことが何を意味してるかっていうのをちょっと考えると結構きな臭いなと思うのが、まあ本当にオリンピックっていうのはいろんな人たちのこう利害関係とかがあって、まあ言っちゃ悪いですけど、足の引っ張り合いだったりね、その佐々木博さんを下ろそうとかね、足引っ張ってやろうとか、あいつを辞めさせようみたいな意図が働いた上でのデータの流出だったとすれば、やはりその、内側に敵というかね、裏切り者がいたのかなっていうことをちょっと想像してしまうと、まあその、まあもちろん僕の中でオリンピックはないんですけれども、ちょっとその、オリンピックを作る人たちの、この、運営する人たちの、こう、結束力はどうなのかっていうね、そこら辺はかなり疑問を感じましたね。まあかなり、こう、本当にきな臭いというかね、やっぱ人間怖えな、みたいな感じで、まあ常にこういうその誰かが誰かをね足引っ張ったりとか、こき下ろそうみたいな感じで、こう虎視眈々とね、そういう機会を狙っている、伺っている人たちっていうのがいるのかなっていうふうに思いましたね。まあただやっぱりちょっとこう、元々のアイディアがやっぱ僕から見てもちょっと差別的だし、まあちょっと本当ないかなっていうね。やっぱりその、まあ僕、やっぱこういうのがね、一般的になっちゃって、やっぱりいじめとかが普通っていうかね、やっぱり人の容姿とかね、体型をバカにしていいんだ、みたいな世の中になっちゃうじゃないですか。で、僕も、実際ね、体型とか容姿を言われることに関しては嫌な思いしたことたくさんあるんで、僕、人の容姿とかね、体型については、まあその人本人にね、言ったりとか、まあ人が嫌な気分になったりね、その人が傷つくことは言わないっていうのは大人のマナーの世界で当たり前のことなんで、まあそう、これをその世界に発信する立場の人としての発言は間違ってたかなっていうことはね、非常に思いますけれども、まあその密室に近いような状態で話したことがなぜ流出したのかってことに関してはもうすごい疑問を感じております。はい。じゃあ今日はね、こんな感じで、はい、失礼いたします。まあ本当、渡辺直美さんの対応の方は冷静でね、本当に良かったと思います。はい、じゃあ失礼いたします。